仮面ライダーなどのヒーローものをはじめ、日本のキャラクターを次々と中国で紹介してきた現地の男性が日本政府から表彰されました。上海の日本総領事館で10日に表彰されたのは、日本のキャラクターを数々紹介してきた孫健さんです。21年前に日本の知的財産 IP を扱う会社を立ち上げ、精力的に日本文化の普及に努めてきました。中国の子どもたちの間では日本のヒーローものやアニメが大人気で、会場でも盛んに歓声が上がっていました。引进日本的作品有助于加深双方的了解，也有助于将非常好的观念能够普及到更多的小朋友们手里。孫さんはキャラクターを中国の病院に派遣し、入院している子どもたちを励ますなど、社会貢献の活動に熱心なことも評価されました。